皆さんこんにちは、福原遥です。水上光志です。私たちが出演する映画あの花が咲く丘で君とまた出会えたらが12月8日に全国公開となります。私は戦時中の日本にタイムスリップしてしまう女子高生ユリを演じます。僕はユリに出会い助ける特攻隊員のアキラを演じます。出会うはずのなかった2人の運命と思いが交錯する涙なくしては見られないラブストーリーです。はい、お願いします。あ、いい、綺麗。あ、風綺麗だ。はい。戦争のね、なんかことを学校で習っていても感じれない思いだったり、そういうのをすごいこの作品から感じて、なんかこの時代の人はいろんな思いで生きてたんだなっていうのを考えただけで胸が苦しくなる部分はすごいありました。こういう事実があったんだよっていうことを知ってほしいなっていう一心ですね。もちろんそのいろんなあの映像だったり資料を拝見はしたんですけども、まあ、っていうよりも今作品を通して我々は子どもたちがこういう史実があったっていうことを知るきっかけに、些細なきっかけになれればもうそれが一番ベストかなと思っています。体当たりするんでしょ。飛行機に乗って敵の船に突っ込むんでしょ。そんなのおかしくないですか。ユリ、アキラ、ぜひ映画館でお待ちしております。